はい、ご紹介に預かりました大出です。私は現在建物の耐震分野の研究をしております。建物を安く安全に作るためには、実は私たちの目には普段見えていない地下の情報が非常に重要になります。ここで地下を、より効率的に探査する方法はないか、私の意識は地下へ地下へと、進んでいきました。しかしなんとその答えは宇宙にありました。イメージは人間を CT スキャンするのと同じように、地球を丸ごと人工衛星によって CT スキャンすることです。これにより現在地球の表面の画像しか、撮れていない人工衛星を用いて地球の内部のデータを、撮影することができるのです。 SF チックに聞こえるかもしれませんが、2017年には月の、周回衛星かぐやが月の、地下空洞を発見するに至っています。今後10年間で、地球の内部データを人工衛星から、受け取ることができる、そんな未来は確実に来るのです。これを利用して私たちは、あらゆるバリューチェーンの最上流をつかめる資源のプラットフォーマーを目指します。現在、資源開発プレイヤーは資源探査に非常に苦労しているのですが、このプラットフォームを構築することで、資源開発プレイヤーは資源探査にかかる約11年と50億円の資源探査費用、このメリットを受けていきなり資源開発から進むことができます。逆に言えばこのプラットフォームが、11年と50億円分の価値を持つことになるんです。この中でも最も、早く収益化を見込める地球内部のデータの取得、そして解析にまずは取り組んでいきたいと考えています。その具体的方法が宇宙船を利用したミオグラフィーです。宇宙船は現在の我々にも常に通過しているようなもので、わざわざ宇宙に我々が行かなくても地球に常に降り注いでいる宇宙資源です。太陽光と同じように有効活用が期待されています。我々はこの宇宙船を検知器により検知し解析することで、マグマを、例えば火山のマグマを研究的には、分析するに至っています。これをビジネスに用います。私は現在ミオグラフィーの国を代表する研究者の方々にご助言をいただきながら、建設業でのこの技術の適用を検討しております。今後フィジブルスタディと活用先の検討や、資材の確保を行った後、実証実験を兼ねた地盤調査を行い、技術の改善と取引先の拡大を目指します。そして22年度国内で年商約15億円を達成し、世界で展開していきます。そして10年以内に地下資源のプラットフォーマーとして地球最大規模の市場を構築していきます。以上です。